こんにちは。今回は日本人メジャー1号の村上正則を紹介します。1944年山梨県生まれ、投手、左投げ左打ち、愛称はマッシー村上。1962年名門法政第二高校から南海ホークスに入団。その時、うちへ入ったらアメリカに行かせてやると口説かれた。1964年アメリカ大リーグサンフランシスコジャイアンツ傘下のフレスノへ野球留学、高等に次ぐ高等で日本人として初めてメジャーに昇格。同年、現アストロズ戦では記念すべき1勝目を挙げ、翌年リリーフとして4勝1敗8セーブという輝かしい成績を残した。1966年、入団時の鶴岡監督との約束である野球留学を念頭に帰国する。技巧派の投球で日本人初のメジャーリーガーとなり、南海でもエース級の働きを見せた。1982年限りで現役を引退。1983年、サンフランシスコジャイアンツと打撃投手として契約している。通算成績では、メジャーでの5勝1敗9セーブ、日本球界での103勝、最高勝率1回は素晴らしい。アメリカではよく、チームメイトに、スラングを言わされ、大変な目にあった。